マルッティ・ヨハン・エス・アホは、フィンランドの軍人。最終階級は、陸軍大佐。マンネルハイム十字章二級を二度受章している。アホは1918年のフィンランド内戦に従軍し、戦艦期には国境警備隊中隊長を務めた。冬戦争が勃発すると、アホは第8独立大隊の司令官に就任し、ソ連軍と交戦した。 冬戦争の間に彼は2度負傷している。継続戦争では、第11師団第50不評連隊の連隊長に、月、ペトラザボーツクやカレリアへの進軍で、ソ連軍に対し大きな成果を挙げた。これにより1942年3月1日に、マンネルハイム十字章を受章している。その後、彼の連隊は、スビリ川方面へ配属された。 1944年6月23日には大佐へ昇進。ビボルグペトラザボーツク攻勢が起こると、アホの連隊はカレリア方面へ移動し、6月27日からタリーハンタラの戦いに参戦した。直後の6月29日に彼は負傷している。ラップランド戦争では、アールパイアリ少将期下の連隊として従軍。トルニオの戦いに参戦した。 1944年10月16日、アホは再びマンネルハイム十字章を受賞した。1968年6月21日に死去。ウィキメディアコモンズには、マルティアホに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。